ジェントルマン、私メフィストフェレスが聖十字学園のとある場所からお送りするミッドナイトレイディオ開幕のお時間です。闇が世界を覆い、静寂が街を支配する夜、影に身を潜めていた悪魔たちが動き出す音が聞こえそうだ。おっと、怖がらせてしまいましたかな。なーに、恐れることはありません。私メフィストが夜明けまであなたのおそばでお相手いたします。兄上、兄上、何をブツブツ独り言を言っているのですか。甘いもん。いつの間に。ドアには鍵がかかっていたはず。どこから入ってきたのだ。はい、天井をぶち抜いてきました。あ、甘いもん、いつも言っているが、何でもかんでも破壊するのはやめろ。はい兄上、すみません。このラジオは私の私による私のための至福のひとときなのだ。日々学園の理事長として、そして騎士団の日本支部長として多忙を極める私にとって、この時間は一服の清涼剤のようなもの。弟といえども邪魔をすることは許さんぞ。はい兄上、邪魔をしません。さあそれでは今宵も素敵なショーの始まりだ。始まります。青肉ラジオ、楽しいお遊戯を始めましょう。皆さんこんばんは。アニメ青のエクソシスト、メフィストフェレスの声をやらせていただいております、神谷博士です。 DVD ブルーレイ特典のスペシャルラジオ、青エクラジオ、楽しいお遊戯を始めましょうへようこそ。今回はですね、僕がパーソナリティとしてこの番組をお送りいたします。そしてアシスタントでいいのかな、まあダブルパーソナリティってことでよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもこんばんは。アニメ青のエクソシストで甘いもん役やっています、柿原哲也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、このラジオでございますけれども、普段ネットで配信されている青エクラジオ、みんなでサタンを倒しましょうの裏番組というか、メフィストと甘いもんで乗っ取ってしまったというコンセプトだそうです。なんかいつもあの岡本くんが、パーソナリティをやっているということなんですけれども、まあ僕もカッキーもね、ゲストにお伺いしたことありますけれども、あ、僕はありますか。あります、あります。あのラジオです、ね、あのラジオでございます。例のあれですね。そうなんですよ、あっちをもう乗っ取ってしまおうというですね、そういうコンセプトで始めたラジオ番組でございます。さてですね、そのみんなでサタンを楽しましょうですか、ではあの毎回ゲストさんを呼んでいるらしいんですよ。まあ今僕らも行ったって話をしましたけれども、それでですね、当番組も対抗してこの方を呼んでみました。どうもアニメ青のエクソシスト、奥村リアクの岡本のびこでーす。どうもでーす。まあいつもね、まああのそのサタンを倒しましょうの方ではメインパーソナリティとして、あんまりこう自分のことを喋ってないんですよ。奥村凛のこととか、自分自身のこともなかなか喋れないじゃないですか。まあそうですね、僕もですね、ラジオにお伺いゲストでお伺いした時に、あまりにも自分で喋りすぎてしまったなと反省したんですよ。いやいや、あれめちゃくちゃありがたかったんですよ。いや、ほんと喋っていただいて、いや、ほんと嬉しかったって思ってですね。いや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 、僕喋れない人なんですよ、なかなか。いやいや、何を言ってるんですか。でも今日は、でも今日はまあ逆の立場で、こういった形でゲストという形で、皆さんのお胸をお借りしつつですね、喋れたらいいなって喋っていただきますからね。本当ですか。と言っても青のエクソシストでは主役でございますから。すいませんね、なんか、やっぱりこう作品に対する思いだったりとか、思いだったりとか、僕とカッキーの印象とかね、そういうのをこう聞いていこうじゃないかと。はい、いろんな話を、いろんな話を聞けるかな今日は。ああ、楽しいですね。聞いていきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。青エクラジオ、楽しいお遊戯を始めましょう。このフリートークコーナーではいつもゲスト様にですね、キャラクターのことやアフレコの様子などを聞いていますが、岡本くんはですねパーソナリティなので、まあ自分自身について語っていくことがあんまりないじゃないですか。なのでですね、まあこのコーナーを使ってですね、思う存分青エクに対する思いなどをこうぶつけてもらえたらなと思ってるんですけれども、マジで、マジで、いやでもそれはありますよ、ガチで。いやありますよそりゃね、相当なんだろうな、アフレコ中だったりとか、その時でも岡本くんとは、いや面白いよねって話をあですね、すごいしてるもんね。そうなんですよ、僕の今の携帯なんてですね、もう、もう
もうグッズでいっぱいですよ。青エクグッズ、はいはい、このリンなんてですね、うん、ガシャポン今やってるんですけど、うん、ガシャポンでなんとか当てた白棒でございます。はい、そうなんですよ。いっぱい出るんですよ。シエミちゃんがいっぱい出ました。あ、いいな、シエミちゃん。あ、本当ですか。じゃあ今度持ってきましょうか。よろしくお願いします。シエミちゃんが欲しいってどうなんですか。自分のキャラとかもね、ぜひ。そう、出なかったですよ、メフィスト。まあ、ちなみにさ、岡本くんは青のエクソシストって作品はいつ知ったの？僕ですね、僕オーディションの段階で知ってですね、一巻を手に取ってですね、まあ、読んでみたらですね、もう純粋に面白いこの作品と魅了されてしまってですね、やっぱりリンと僕最初雪を受けたんですね、二つ。あ、二役受けたんだ。二役受けてですね、二つのこう気持ちでこう読んでたんですけども、個人的にはなんかリンの方がなんか感情移入はしやすかったなって印象で、こうオーディションには臨みましたね。あ、じゃあ最初からこう、はい、リン狙いで言ってたわけだ。リン狙いできたらいいなみたいな感じが。でもそういうことあるじゃない、やっぱりこうオーディションにね、臨むにあたってさ、やっぱりこう、はい、自分がこう原作を読んでたらさ、はい、この役やりたいんだけど、でもオーディション対象になってないみたいな感じだと、でしかもまあその受けさせてもらう役がちょっと自分的にはこの役、はい、難しいな。あ、難しいとかありますよね、うん、ちょっと。そうなるとやっぱりこう、ね、なんだろうな、オーディション対象じゃない方のやつをこう狙い撃ちしていくっていう人も中にはいるんですよ。それもまた手というか技ですもんね。まあ、そうそう、そういう技を使ってる人も中にいますから。まあでも今回はね、両方ともオーディション対象の役で見事役を射止めたわけだ。そうなんですよ、ね、いやー、リンがですね、やっぱ読んでる時からですね、非常にまあ叫びゼリフも多いからね、多くてですね、これもう演じる段階のね、どうしようかなっていうのがあったんですね。こう全部全力でいいのか、それともこう段階をつけてった方がいいのかとか、いろいろ考えながら、やる前は考えてはいたんですけど、うん、そして結果は？結果は出たとこ勝負でした。まあそういうとこ、リンっぽいっちゃリンっぽいけどね。そうですね。若林さんという音響監督ですね。音響監督さんがいらっしゃるんですけど、はい、若林さんとお仕事するのを僕初めてだったんですよ。で、とにかくじゃあ僕の全力でぶつかっていきたいなって気持ちもあり、そうなりましたね、出たとこ勝負になったっていうのは。なるほどね、はい、確かにずっとこうなんだろうな、勢いのあって、まあ岡本が言ったように叫びが多い役じゃない。そうなんですよね、感情を揺すめてて、なんかもうずっと叫んでるだけの役に見られるのも尺じゃない。そうなんですよ。まあでもやっぱ本番になってくると熱くなってきちゃうんですよね。まあそうだよね、やっぱりスタジオにさ、はい、まあ僕もいるしカッキーもいるしさ、いろんな人さんいて、やっぱりそれぞれがさ、やっぱ役に対する思い入れってめちゃくちゃ持ってるから、この現場って、だからやっぱりそれをこうマイクにみんなぶつけてくるからさ、それを全部受け止めなきゃいけない役じゃん。そうなんですよ、真っ向からこう行くっていうキャラクターでもあるんで、しかもやっぱ友達関係のところとかも、まあみんなで例えばボンとかですね、ボンと対立するところも結構多いんですけど、まあね、中井さんからこうボンを通してですね、こうグワッとくるじゃないですか。いやー、中井風は半端ないですよ。プレッシャーがすごいです、やっぱりビリビリくるわけじゃないですか。やっぱりそしたらこう僕も出せるものを全てを出し切って答えなきゃっていう気持ちになってきちゃうんですよね。なるほどね。まあこの先の展開になりますけれども、まあ甘いもんも当然さ、リンと戦ってきたりとかするわけでしょ。そうですね。まあもう我々はすでにそのアフレコを経験してるわけじゃないですか。はいはいはい、やりましたね。もうちゃんとやりましたね、しっかり。楽しい楽しいアフレコ。甘いもん的にはどうだったの、その、そんな思いをぶつけてくるリンっていうのは。リンはまあの主人公のね、そのキャラクター、漫画も僕読ませていただいたので、暑い作品だっていうことも分かりましたし、